続いて暗い時間の長い今の時期に交通事故に特に注意が必要という話題なんですけれどもまずはこちらの情報です昨年、福岡で交通事故によって亡くなった方の数103人これはおととし2022年より28人増加していますさらに今年に入っても去年の同じ時期に比べて5人多い13人の方が亡くなっているという状況です。 去年起きた死亡事故のうち2割はです、ね、歩行者の方が歩いているときに起きた事故となっていて取材を進めると横断事故の特徴と車のある構造の関係が見えてきました私たちが行った自動車学校でのある実験車のヘッドライトをロービームにしたときの見え方を比べてみました 車の運転席から見て直線道路のおよそ35メートル先で左と右に人が立っています服装は同じですが右に立っている人の姿はほとんど見えません国土交通省などによると対向車の運転手に直接ライトが当たらないようロービームの時右側のライトの光は低い位置に届いています 対向車のヘッドライトに照らされて歩行者が見えなくなることを防ぐ仕組みで国交省の保安基準で定められていますしかし左と右のヘッドライトが照らす高さの違いから道路の右から横断する歩行者を見落としてしまう可能性が指摘されています交通事故の原因というのは認知ミスが60%を占めています 福岡県警のデータでは去年県内で横断中に亡くなった25人のうち8割以上が車から見て左に向かって道路を渡っていました事故防止の第一は危険予測はもう大前提ですいかに早く発見できるかというのがポイントになってくると思います歩行者が飛び出してくるかもしれないブレーキが間に合わないかもしれない 自動車学校では危険を想定しながら走るかもしれない運転や対向車がいない場合にはヘッドライトの高さに差がないハイビームの活用も指導警察では歩行者に反射材の着用を呼びかけています はいえーまあ、これだけ、えー、ライトによって見え方が違うと右側は暗く見えてしまう、はい、ということなんですね,すねで反射材の着用が呼びかけられているんですけどもさん、はい、私が今つけているのがこちら、タスキタイプの反射材ですね、はい、それから腕につけるタイプのものだったりこうやってシールになっていてあの自転車などに貼り付けられるタイプのものもあるということなんですね、はい、ただ、これをすぐ実際つけるという方多くないかもしれないですけどうん、うん、ただ、これ1つで命を左右するかもしれないと考えると特にお子さんとかは検討してもいいのかなと思いますね。そう そうですね実際につけてみるとつけていない場合が左側で、つけているとこのように反射をしてまあ、本当に分かりやすく光っているように見えるわけなんですよねで、さらにこちらの情報です昨年福岡で、えー、死亡事故発生の時間帯というところなんですけどもまあ 朝、夜の日が昇っていないような時間が特に死亡事故が発生するパターンが多いと状況が多いということで53人の方が昨年だと亡くなっていてこれは全体のおよそ半数となっているんです。ねプラスして、まあ、日暮れの時間帯だったりこう一番 遠近感がなかなかつかみにくくなるような時間帯は注意が必要ということです改めてこの時期暗い時間が長くなっておりますので、えー、交通事故には十分に注意をしていきましょう